中村明は、埼玉県朝霞市出身のプロ野球選手。左投げ左だ。福岡ソフトバンクホークス所属。小学校2年生で野球を始めた。当時は、内野手兼投手だったが、同級生に、大田あと里や柿ヶ原達也といった、高投手がおり、投手としての自分に限界を感じて、野手を志したという。 子供の頃は埼玉西武ライオンズのファンだった。帝京高等学校入学後1年夏からベンチ入り。1年秋から不動の4番打者に君臨して、2年夏から3期連続で甲子園に出場。2年秋からは首相を務め、高校通算本塁打は60本を記録した。3年夏の甲子園では15打数で7安打を記録。監督の前田光を曰く。 下級生が4番に座ることに対して、不平不満を誰も言わないくらいに、勝負強かったという。帝京高校では1学年下に、杉谷健史と高島翔平、2学年下には、原口文人がいた。2007年度高校生ドラフト会議にて福岡ソフトバンクホークスから3巡目指名を受け、同年10月22日に契約金5000万円、年俸600万円で、 仮契約した。担当スカウトは、佐久山和姫。背番号は、60。2014年10月29日、日本選手権シリーズ第4戦10回裏サヨナラ3点本塁打を打つ、提供高監督の前田光雄の方針により一類を守っていたが、自身の強権、瞬速を生かすため、本人の意向でプロ入りに際し、外野手へ転向目標の選手として、 当時のチームメイトで同じ左投げ左打の外野手で、ある柴原陽と大村直行の名前を挙げている。2008年10月13日のフェニックスリーグの対、読売ジャイアンツ戦で、監督の秋山浩二が視察した際に、推定飛距離120メートルの特大アーチを放った。2010年は、台湾で開催された第17回アイブフ。 インターコンチネンタルカップの日本代表に選出された。また、豪州ウィンターリーグに派遣された。2011年は、長谷川祐也の不調や、ホセオーティーズ、松中信彦の故障で、チャンスが巡ってくる。5月3日に一軍に初召集されると、即日に、ダイソーで、初出場。10日には、8番、左翼手で、初先発出場し、 寺原隼人から初安打、初打点。さらに同じ回に3等を決め初投塁。川崎宗則の安打で、初得点。さらにはその後もに安打を放ち初の猛打賞を、記録した。2012年は、初の開幕1軍スタート。1軍では思うような結果を残すことができなかったが、自己最多の39試合に出場した。2軍では、 首位打者と最高出塁率の2冠を達成した。2013年はオープン戦で305の高打率を残し、開幕1軍を手にした。3月31日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦の5回、代打で迎えたシーズン初打席で、夕頃を打ち、一塁にヘッドスライディングした際に、右手小指を骨折し、戦線離脱を余儀なくされた。 それでも5月半ばに復帰すると、優れた、選球眼、バットコントロール、高い出塁率を評価され一番打者に定着。チームの交流戦優勝に貢献した。結果的には、自身初めて規定打席に到達し、打率、307、出塁率、392の好成績を残した。オフの11月には、台湾で行われた。 2013ベースボールチャレンジ日本 VS チャイニーズ台北の日本代表に選出された。2014年は3月、4月は月間打率286だったが5月は299、6月、7月、8月と夏場に差し掛かって3ヶ月連続で月間打率3割をキープした。 開幕からレギュラーを務め自己最多の143試合に出場し、主に一番打者として活躍した。176安打で、初の最多安打のタイトルを獲得するなど、75得点、4三塁打、59四球、出塁率、375などの好成績を残し、チームの優勝に大きく貢献した。阪神タイガースとの日本シリーズ第4戦では、 10回、裏後登る間から、さよなら3点本塁打を放った。シーズンオフには、日米野球2014の日本代表に選出されたが、怪我のため出場辞退した。11月30日に、背番号を7へ変更することが発表された。2015年は打率。300、152安打、66支球、出塁率。 386得点圏打率、375などの高成績を残し、チームのリーグ2連覇に大きく貢献した。10月4日の大楽天戦において、9回表に決勝打となる敵地打を放ち、この勝利が、チームの1956年の南海ホークス以来、56年ぶりの90勝到達となる。東京ヤクルトスワローズとの日本シリーズでは、 10月25日の第2戦で前年の日本シリーズ第4戦のさようなら本塁打に続く2年連続の日本シリーズでの本塁打を記録。チームの日本一連覇に起用する。また、7月16日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表第1次候補選手に選出され、9月10日に第1回 WBSC プレミア12の 日本代表候補選手に選出されたが、日本代表最終ロースター28名には選出されなかった。しかし、11月1日に内川誠一の代わりに日本代表に選出された。11月14日に台湾桃園国際野球場で行われたオープニングラウンドグループ B 対アメリカ代表戦では右翼手で先発出場し三案だ。 翌15日の対ベネズエラ代表戦では、1点ビハインドの9回裏、1四万塁の場面で、相手の冒頭で同点の後、左前的自打を放ち、オープニングラウンド全勝通過に貢献する。翌16日の準々決勝、対プエルトリコ代表戦においても、2安打に四球一適出で、前後打席で出塁して、勝利に貢献した。12月22日、 契約公開交渉に臨み、4300万円アップの年俸1億2000万円でサインした。2016年開幕前の2月15日に、侍ジャパン強化試合日本 VS チャイニーズタイペイの日本代表26名に選出されたことが発表された。レギュラーシーズンは楽天との開幕戦を7番左翼手で迎え、 3月26日の第2回戦では、同点敵地打を放ち、シーズン初打点を記録する。4月2日の対北海道日本ハムファイターズ戦では、プロで初めて5番打者で出場。決勝点を儀比で挙げる。5月1日の対埼玉西武ライオンズ戦では、シーズン1号3点本塁打を放ち、9月22日の対日本ハム戦では、 自身キャリア杯の7号ソロ本塁打を記録した。打率は、レギュラー定着後としては、自己最低の287にとどまったが、BBK がリーグ1位の1.87を記録したこともあり、出塁率はリーグ3位の416であった。4月17日の大楽天戦においての支給での途中交代や、 9月4日の対楽天戦で、右太もも裏を痛めての途中交代があったが、自身初となる全試合出場を達成した。日本ハムとのクライマックスシリーズファイナルステージでは、10月14日の第3戦に、ソロ本塁打を放つ。シーズンオフの10月31日に辞退した、柳田祐希の代替選手として、侍ジャパン野球オランダ代表野球メキシコ。 代表強化試合の日本代表に追加召集された。高い出塁能力が評価されたこともあり、12月13日、3000万円アップの1億5000万円で契約を公開。2017年は、3月24日のオープン戦、対広島東洋カープ戦でにアンダーを放ち、オープン戦首位打者に立つ。3月31日のロッテとの開幕戦では、6番。 左翼手で、先発出場し、2安打を記録。5月8日までに打率。241と低迷するが、5月10日の対、オリックスバファローズ戦で、シーズン初本塁打を放つなど、5月の月間打率は、337と復調を見せる。6月7日のセパ交流戦、対ヤクルト戦では、シーズン4度目の猛打賞を記録し、打率も、 285と上げる。7月2日の楽天との首位攻防戦では、これまで5試合で無失点と抑えられていた、松井裕樹から松田信弘と共に連続的時代で3点を奪い、チームは、首位楽天に、マイナス0.5ゲーム差で迫った。7月27日の楽天との首位攻防戦においても、決勝打となる敵時打を放ち、 チームの2年ぶりのリーグ優勝に貢献した。打率は270と下げたが2年連続の全試合出場を達成。外野守備では8月16日の対オリックス戦での9回同点のピンチを救う補え札など自己最多の補札6を記録。2014年以来100試合以上出場した中で最高の守備率996を記録した。 楽天とのクライマックスシリーズファイナルステージにおいて10月19日の第2戦ではチャンスでのバント失敗で得点にならず敗戦となるが10月20日の第3戦で6回以降両チーム同点のまま無得点が続いて迎えた8回裏西一塁の場面で福山博之から決勝となる2点本塁打を放つ10月21日の第4戦においては 一点ビハインドの6回裏に、総加護から4番、内川誠一、5番、中村の連続ソロ本塁打を放ち逆転するなど、活躍し、日本シリーズに進出する。第3戦で、本塁打を打ち守備につく際には思わず涙した。横浜 DNA ベイスターズとの日本シリーズでは、10月29日の第2戦、一点ビハインドの7回裏、西満塁の場面で、 ライト前に敵時だ。二類走者、今宮健太のリプレイ検証となる際どいタイミングでの高走類で2点逆転決勝だとなる。11月2日の第5戦では、石田健大から2点本塁打を放ち、2014年、2015年に続く日本シリーズでの本塁打を記録する。11月4日の第6戦においては、 同点で迎えた延長11回裏、西一二塁の場面で、川島慶三の偶然安打で二塁走者として、ホームへ激走。ヘッドスライディングで、日本一を決める、サヨナラ的自打の走者となり、2年ぶりのチームの日本一、奪還に貢献した。シーズンオフの12月25日、契約公開交渉に臨み、2000万円アップの、 年俸1億6000万円プラス出来高で契約合意に達した。初めて代理人として北村春夫弁護士が同席した。2018年は打撃をアッパースイングに変更し、シーズンに臨んだが、これがうまく行き開幕からスタメンで活躍し、3年ぶりの150アンダに迫る148アンダを放ち、最終的に打率。 292と3年ぶりの高打率を残し、二塁打は28本、本塁打は14本といずれもキャリアハイとなり、超打率。435も2013年の403を大幅に上回る、自己最高となり充実したシーズンとなった。チームでは、柳田と共にフライボール革命になじみ義偽は、キャリアハイの6つを記録している。クライマックスシリーズと、 日本シリーズでも全試合で先発出場し、13試合で16アンダーを放ち、日本一に貢献した。2019年3月23日、自律神経失調症と診断され、自宅療養を行うために開幕一軍を逃す。その後4月中旬から三軍の練習に合流すると5月31日には一軍に復帰。 しかしその後腰痛などの故障が重なり1軍と2軍を行き来するシーズンとなり44試合出場にとどまった。オフには柳田に代わって選手会長に就任することが発表された。2020年は両膝の痛みをはじめとする体調不良により2年連続で開幕1軍を逃した。7月11日に1軍昇格後は校長をキープし、 ウラディミール・バレンティンの不審もあり、7月17日のオリックス戦では、プロ入り初めて4番に起用され、プロとして全打順を経験したことになった。7月28日の西武戦では、自身初となる1試合5打点を記録した。8月26日のオリックス戦では9回裏、3から3の同点、1死1塁の場面で打席を迎えた。 この試合は4打数無安打に三振、さらに11打席連続無安打と不調だったが、ブランドン・デクソンから、レギュラーシーズンでは、自身初となるサヨナラ打を放ち宇宙間を破る安打を、放ち、安打で出塁した、松田信弘の代走の牧原大成が一塁から、チョークホームインし、プロイリアと初のサヨナラ安打を記録した。9月17日の北海道。 日本ハムファイターズ戦では9回表無視1塁の場面でここまで11打席連続無安打だったが上原健太から0から0の均衡を破るきっかけとなる3塁主教習の通算千本安打となる内野安打を放ったこの試合のヒーローインタビューで前日16日に救世した河村隆三軍コンディショニング担当に対する思いを語った 4番で起用された試合は打率320を記録しリーグ優勝に貢献した。ロッテとのクライマックスシリーズでは第2戦に陳・イーンから2打席連続本塁打4打点を記録して MVP に選ばれた。巨人との日本シリーズでは第3戦にエンジェル・サンチェスから CS 日本シリーズ7本塁打となる先制2点本塁打を放つなど 15打数5アンダ4、打点の活躍で優秀選手に選ばれ、日本一に貢献した。シーズンオフ12月17日に行われた NPB アワーズ2020において、中田翔とともにゴールデングラブ賞を初受賞し、表彰される。2021年は、本格的に一類種へ転向したものの打撃不振が、続いた。 バックアップできる選手がいなかったという事情もあり、チーム最多となる122試合で一塁を守ったが、チームは8年ぶりに家クラス入りを逃した。この年は139試合に出場し、規定打席に到達したシーズンとしては最も低い、打率、245に終わった。失策はわずか1で2年連続で、ゴールデングラブ賞を受賞した。 打席に立つ中村明帝京高校時代は1年秋から4番を打ち、高校通算60本塁打を放つ強打者であったが、高校時代の恩師である、前田光を曰く、高校時代から、長打を打つだけではなく、場面に応じて、逆方向に打ったりバントを厭わはない、チームバッティングができる打者であったという。また、スポーツライターの安倍雅彦も、高校時代からすでに、 バットのマッシンで捉える、インパクトの一瞬に、全身の力を集中させる、決めた一球を決して逃さない技術を合わせ持つ、稀有な打者であったと高く評価している。プロ入りにあたって、高校生の時は、ホームラン打者でしたが、プロでは、首位打者を取れるような打者になりたいですと述べている。監督として指導した、秋山浩二は、技術や、大津さ春は、 打撃職人とそれぞれ高く評価している。高い打撃技術の中でも選球眼や粘り強さに特に優れており、本人も選球眼の向上や出塁率に強いこだわりを持っているとのこと。本人曰くボールがしっかり見えているかどうか、そうすればボール球を見極められて手を出すことは少なくなるとのことである。特に BBK は 2015年、2016年と2年連続でリーグ1位の成績であり、2016年シーズン終了時点では通算でも1を上回っている。また、バットコントロールは類いまれなると評価されるほどであり、一例として2016年シーズンを挙げると、コンタクト率が93.5%、ボールゾーンスイング率が19.5%、PA。 K が11.55と選球能力の高さが指標で示されている。打球方向の40%以上が左方向であるスプレーヒッターである。斎藤和美は相手投手にとって本当に嫌な存在だったと思います。弱点がないですから、ピッチャーはどこに投げていいのかわからないですねと高く評価している。状況判断能力や 出塁能力に優れることから、チーム状況に応じて、複数の打順で起用されることが多く、例えば2016年シーズンは、1番、2番、3番、5番、6番、7番、と、6つの打順で起用された。そのため前述の通り、プロ入り後すべての打順を経験している。前述の通り、粘り強さや選球眼を持ち味とする打撃が、 特徴として述べられることが多いが、守備の評価も高い。帝京高校時代は、左利きであることやチーム事情もあり、一類種が定位置であったが、前大枠、入学当時から、天性のハンドリングを誇っていたという。プロ入り後は、左翼種や右翼種としての出場が多いが、2016年の RF は、2.08であり、広い守備範囲の持ち主である。 外野手部門で3度のゴールデングラブ賞受賞歴がある。柴原洋は打撃がクローズアップされるけど、もともと守備の上手さはある。スローイングもブレがなくなってきた。ゴールデングラブ賞も取れると評価している。打撃、守備の両面において全力疾走を怠らない。前田が野球に対する姿勢が素晴らしく、ストイックと称賛するように、人一倍の努力家であり、 シーズン中の休日返上練習や年末の一人自主トレが話題になることが少なくない。ほか、2016年の契約公開では、ヤフオクドームでのライブ開催時に練習ができないことへの改善要望に交渉時間の多くを費やしたことが話題になった。なお、年明けは母校での自主トレが恒例であるという目標とする選手は岩村明則。憧れの人物は、 大村直之と松井和夫。現在の登場曲過去の登場曲、ありがとうございます。